その依頼とは、私は来年の歌手生活60周年で絶対に絶対に新しい歌を歌いたいから作って、その時はね、彼女の電話の声なんですけど、並々ならぬ決意っていうのを感じました。しかしその新曲がまさか島倉さん人生最後の曲になろうとは誰も予想だにしなかったのです。新曲作りの最中、コンサート中の高節さんの元を訪れた島倉さん、その姿は、あんまり人前では言ってないんですけど、その時は車椅子でした。いや、本当にびっくりしましたね。これは尋常じゃないなと思いましたね。病状を察した高節さん、予定よりも早く新曲を作り上げました。そのタイトルは、空たちの小道。レコーディングの日は11月15日に決定。しかし、その半月前に一本の電話が。はい、南です。島倉です。ああ、島倉さん、どうしたんですか？電話の相手は島倉千代子さんご本人でした。もうすぐレコーディングですね、頑張りましょうなっていう話かと思ったら、その日を待てない、声だけでも取っておきたい、これは尋常じゃないなと思いまして、これはもう明日にでもやらないといけないなっていう。島倉さんの自宅に録音機材を運ぶ、そして段取りをこっちでつけました。島倉さんの体力を考え、急遽レコーディング日を10日早めることにしたのです。高節さんはレコーディングに行かずに近くで待機。島倉さんの性格上、僕がそばに行くとすごい気遣ってお化粧したり服着替えたりとか、そのことにエネルギーも使ってもらいたくないから、僕は待機してました。まずはちゃんと3コーラスまで歌えるかな。本当にいても立ってもいられない状況ですね。どうぞよろしくお願いいたします。それではレコーディング開始します。島倉さんは最後の体力を振り絞り、フルコーラスを3回歌い切りました。その歌声は闘病中とは思えないほど気力あふれるものだったといいます。スタッフからすぐ電話が、歌えた、うまかった、本当に安心しましたね。安心しました。声だけでも残しておきたいって島倉さんが言った、そのことを彼女は本当に歌手のプライドを持ってやり遂げたんですね。完璧ですね。ありえないだ、奇跡かな。この後レコーディングの時に残されていた歌詞カードを公開。そこには高節さんだからわかる島倉さんの驚きのメッセージが隠されておりました。ああ、これ手に入れたんですか。すごい。生まれた最後のレコーディング、そこに残された歌詞カードには、高節さんだからこそわかる島倉さんのメッセージが隠されていました。ああ、これ手に入れたんですか。すごい。そうこれね。恋の香りってとこにこう点ここにあるんですけど、この音程をしっかりしようとしてますね。ああ恋の顔、リの音をきちっと取ろうとしてますね。このポですね、この最初のポロリのポ、ここに丸してますけど、涙がポ、これを大事に出そうとしてますね。
ポロポロをきちんと出そうとしてその通りに彼女は歌ってますね。あ、大事に歌っていただいてますね。完璧に歌おうと思ってたんでしょうね。自分の納得いくように歌おう、最後の最後まで決めてやるっていう意志の表れですよね。世界中にそんな人いないでしょう。だって死ぬ間際までちゃんと音程しっかりしてて、苦しいとか痛いとか一言も言わないで歌ったわけですから、ありえない、ありえないです。レコーディングを終えた夕方、高瀬さんのもとに島倉さんから電話が。夕方やっぱり本人が直接話したいっていうのがあって、で電話で出ました。僕は待機してるところにね、で泣かれたんですね。そして皆さんに感謝しますって、だから僕は待ってくださいって、あともうちょっとしたら本式のスタジオを私は抑えてます、それまでに体調をね整えて、で今度さらに自由に歌ってくださいよということをね、電話で言ったんですが、今思い出すとね、それに対してね島倉さんはね答えてなかったということは何かを感じてたのかな。そしたらですね、その日の夜かな、病院に運ばれて昏睡状態になりました。